こんにちは。今日から始める安心男着物、着物楽安こだまです。今日は男物の、夏の帯でいわゆるラと呼ばれるものですね。まあこうしたラグミで、これは、西陣の宮古というところのラの帯なんですけれども、これよく、まあ変な話、僕らの業界でもこの宮古の帯を買って締めにくいって話があるんですけれども、これ実際のところかなり使い込まない と、締まり心地は悪いんです。で、実際私がもう何年でしょうかね、10年ぐらい使ってるものはもうこんな感じでくにゃくにゃです。新品と比べるとこんな感じでくにゃくにゃなんですね。で、くにゃ、正直言ってこの、宮古ので、まあこれも同じで、例えば同じようにラで組んだもので、まあ海外製の麻のものとかありますけど、やっぱりこれは絹の、まあ一番はこう宮古さんっていうところのものが一番こういいです。で、以前に男の加工日で、まあくにゃくにゃになっちゃうと締まりが悪くなりますよっていう話があったんですけど、これに関して言えば、全く実は別物で、柔らかくならないと締まらないです。で、実際こんなに、まあ見ていただくとテレンテレンな感じで、これで本当に締まるのかっていうふうに思われると思うんですけれども、実際これ私が使ってるものなんで、ちょっとこれで今締めてみますね。まあ正直言ってこんなにくにゃくにゃなのにって思われると思うんですけど、まあこう今こう引っ張ってみてもそうなんですけど、このいわゆるメッシュのこのラーのこれが噛んでくれるので、ですからこう引き出そうと思ってもなかなかこうズルズルっとこういかないような感じなんですけど、こんな感じですね。よいしょ。で、すごくこう柔らかく思うんですけど、こ
このラの組み方のこのデコボコしたところがこう噛み合わさるので、でこうずれにくいという状態になるんですけど、最初のうち私も正直言ってもうちょっとすぐ緩んでしまうんで、これはなんか言われてるほどいいもんじゃないんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、実際私こうしてもう何年も使ってこうやって柔らかい状態になってきたら、もうこれはもう全然緩まないです。でまああえてこれでちょっとこんな感じでしたり、あぐらをこう描いてみたりとかってしても全く逆にこうずれることなくてこうフィット感がいいものなんですね。ですから、このラの帯に関して言うと、かなり使い込んでいただいて柔らかくなってくるときっちりしまって、もうこれで着崩れがしなくなるというのが特徴なので、これはちょっと間違えないでいただきたいなというところで、まあ、これから夏のシーズンになってくるので、まあ、こうしたものをお持ちの方にもちょっとお話をしたいなというふうに思って、まあ、これ本当僕もそうですけど、結構帯を専門とする問屋さんの方なんかも、この宮古のラの帯がね締めにくいっておっしゃってる方がいらっしゃるんで、よくそういう時にお話しするんですけど、もうこれはもう使い込んであげてかなり柔らかくならないと、緩みやすい帯なんで、これは使い込んでいただきたいというふうに思いまして、今日はお話をさせていただきました。これはまあ西陣の宮古という、まあ最近どうしてもこれ昔はね割と手頃に買えたんですけど、まあ、これも結構価格が、高くなってきてしまっている帯なんですけれども、まあ、こうした宮古の帯があればきちっとこういう形で締まりますので、使い込んでいただいて、柔らかくなったら、全くこれ緩まないで、結構こう伸縮性もありますので、まあ逆に言うとメッシュなんで、これがある程度こう収縮してくれるっていう機能を持っているので、ぜひ使い込んで、いただきたいというふうに思いまして、今日はお話をさせていただきました。ということで今日は男物の西陣のラの加工帯ですねについてお話をさせていただきました。以上ありがとうございました。